はい、あれレインボーロードです。あの人にどのくらいタイム出るか一回やってもらえますか。これあの人、あ、いいですよ。はい、仲裁高額です。あら、ごめんなさい、僕が悪いんです。この世で起きる、この世で起きる全てのことは僕が悪いんです。高さのオーラマジやばい。こうだな。はい、はい、岡崎さん、肉でこうベースラップ何秒出してます？16秒2ですね。まあそれいろんな環境整ってねっていう話なんで、まあでもとりあえずこの車でどのくらい出るかっていう、うん、今ので8秒6ですね。そこすごいアンダー出るっしょ。あれで路面のせいなんだよね。うん、うん、そうね。今の走りも渡るくんのも早いんですよ。あ、これは出ますね、ちょっと。これは 7秒台ぐらいいけるんですか。8秒2です、今ので。まだまだですよ、こんな。そうですね、あ、そうそう、さっき握ってるのをね。今日やっぱみんな総じてタイム1秒ぐらい遅いんです。今日のその昨日の台風みたいなやつでカーペット濡れちゃってて、マシンのポテンシャル的には当然詰めていけばあとコンマ2秒3秒って伸びる余地はあるけど、そう悪くないと思うんですよ。うん、でオンロードと違ってバギってマンパワー要素が強いんですよね。うん、本当マンパワーですね。そう、マンパワー、マンパワーです。やばいエネミー。今ちょっと今うまくいったからこれ決まれば早いとか思ったでしょ。わかりますよ、わかりますよ。ああ、出ましたな、はい、欲深きものですよね、大事なのはね、はい、欲を深くでも欲を抑えるという、はい、欲張りすぎるとさっきのように、はい、そうですね、欲を抑えて走る、あっこよく斜めをもうジャンプして走ってきますよね、はい、あれやる、ああしないといかんですね、はい、あれレインボーロードってんです。地元スペシャル。そうですね。あれすげえな。あっこ上がってくときって、
アクセル煽って上がってきてる。僕はじわって握りながら。そうですね、あそこはパターンいろいろありますね。僕はあそこめっちゃ遅いんですよ。あそこめっちゃ遅いです。で、あそこを下から大回りして加速して上がる人もいるし、じわっと握ったままハンドルで修正して上がっていく人もいるし、僕みたいにただせこく何とかしてる人もいれば、はい、僕せこいタイプなんで遅いんですけどでも、あそこで何もならないんで、トータルで見るとまあ安定した気が見える、はいはいはいってことですね。すごいです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、練習します、はい、こけてます、あ、はい、すいません、どうなんか高橋さんに、ありがとうございます、はい、やばいですね、じゃあ走ってください、よかったら岡崎さん、ありがとうございます、ありがとうございます。岡崎さん、この渡辺君の走り見てアドバイスしてあげてください。あ、僕がですか、はい、僕でいいですか、はい、いいですよ。あの、あそこの前はもっと早くブレーキを踏んでアクセルを入れながら曲がってくるんです。ここはいや、違う、それでいいんでしょ、下の下のとこ、はい、うん、私はもう早めにブレーキ、まず撤退します。まあ、行きましょう、はい、ここは早めにブレーキオンで回る、はい、うん、本当にアクセルをちょっとでも入れておくと安定するんですよ。ちょっとでも、はい、ちょっとね、そこを握っておくとアクセルになる。このコースはあまりブレーキを使わなくて、あの、岡崎さんブレーキなんて使うんですか？使っちゃいます僕も使いますけどそう思ったより前のそうですね、レインボーロード使われるとやりたなってくるんですよね。で、これなんかドチョンドチョンですよね。早めにブレイク。おー、はい、いいですね。サイドブレーキの上にブレーキとかあれですね、あれよくない、止めちゃうしすぐ破綻しちゃうんで、ああいうのはいらない。進入でまっすぐの時にブレーキにしてオンで向きを進入の時にまっすぐでブレーキでオンでオン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 おお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 
大丈夫です。へぇ、完璧。完璧っすか。すごい、オンでしたね、今。合ってるですよ、あれね。まあ、近くはないですね。否定しないんですね。ブレーキ。今の感じですね。うまい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 。うまいうまい。これ一番わかりやすいかもしれないですね。おーいいですね。おー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 ブレーキ。おーおーおーそんな感じです。ああ、今のイメージ良かったです。今のイメージ良かった。はい。おお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 お相当走れてる方ですよ。そうですね。うん、あとは岡崎さんが分かる。え？とにかく握ります。とにかく握ります。はい。わ、うん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 。そうですね。で、まっすぐでブレーキ。やりすぎました。ちょっと突っ込みすぎました。やっぱラジコンはちょっとアクセル入れといた方が安定するんですよ、車が。なるほど。はい。ちょっとでも握っといた方が安定するんです。はい。ちょっとでも握っとけんはい。で、ゼロはダメなんですね。ゼロあんま、まあ良くない。どっかでかけとかなかんですね。そうっすね。イメージとしては進入スムーズ、立ち全開です。立ち全開、はい、全開、まあ、全開のイメージですね。イメージ、はい、進入はスムーズに、うん、でこう立ち上がりの時にも思いっきりガンって握っていけるような立ちをするといい、素晴らしいです。今のはちょっと握るイメージです。そう、イメージです。あ、今良かったです。良かったです。はい。レインボーロード。おー、危ねえ。もう一個のレインボーロードに持ってかれそうです。もう一回走ってもらっていいですよ。